苦しい下積み時代を過ごすも1987年に「戻り川で再デビューをするとたちまち大人気となり人気歌手にまで上り詰めた「代夏子さん。金木星」「ひとり酒」など数々の大ヒット曲がありますよね。芯が強そうで整っている綺麗な顔立ちに彼女から出る素敵な歌声はまさにぴったりです。 小田さんは1961年12月18日に誕生。東京都の渋谷区出身です。彼女の実家は代々木八幡の井の頭通りにある水道道路商店街というところで、道路拡張による区画整理が行われるまで、鮮魚店を営んでいました。魚屋の娘さんとして育ったようですね。 幼い頃から歌を歌うことが好きだったという五代さんその中でも特に演歌が大好きだったみたいで周りの人たちからも歌手になることを期待されていたのだとかそして1982年の7月21日五代さんは20歳の時に星弘美として恋の家なき子で歌手としてデビュー地方の建築現場やキャバレーといった 様々な場所でキャンペーンとしてよく訪れていたそうです。しかし、その努力も虚しく、当時は全く売れなかったといいます。その後は1985年4月21日に香川ゆ紀に改名し、平松政治さんとのデュエット。夜明けまで横浜で再デビュー。また、1986年7月21日には本名である。 中川照美に改名し「夢絆」を発売していますですがなかなか売れることはなく彼女は OL として普通に働いていた時期もありましたそれでも彼女はめげずにコツコツと歌手としての活動を続け自身のレコードを手売りするなど地道に頑張っていたようですそんな彼女の努力が実ったのは25歳の時 五代さんは憧れの思いを抱いていた五木ひろしさんと八代亜紀さんの名前を取り1987年9月21日に五代夏子として「戻り川」で再デビューこの曲がなんと35万枚を超える大ヒットを記録したのですさらに翌年の1988年には第21回日本優先大賞第21回 全日本優先放送大賞の最優秀新人賞を同時に受賞。1990年には4枚目となるシングル曲、忍飴雨が大ヒットし、NHK 紅白歌合戦に初出場することとなりました。それ以来、2016年まで合計22回の出場を果たしています。このようにして、人気演歌歌手まで上り詰めたのですね。 また五代さんは2015年に「人生巡り合い今が一番幸せ」という初の自伝を出版したり着物の展示会をするなど音楽以外でも幅広く活動されていますそんな彼女ですがなんと2010年に C 型肝炎を患っていることを公表病気が判明したのは1994年のことでした 当時32歳だった五代さんは、初めての座長公演を控えており、病院で念のために健康診断を受けたところ異常が見つかったとのこと。治療の際には副作用が強くて、完全に治るという保証もないことから経過観察となりました。その後、2009年にインターフェロンを投与する治療を行うことを決意、 この治療も副作用が思っていた以上に辛かったようで、仕事を休まないと決めていた彼女にとって、何とも苦しい闘病生活となったようです。ですが、この治療の甲斐もあって、今は完治しているとのこと、本当に良かったですね。そんな五代さんは、1999年に演歌歌手である杉良太郎さんとご結婚されています。 杉さんというと合気道の腕前がすごく段位も「陽神館合気道五段」という素晴らしい腕前で有名ですよね。またこれまでに緑珠褒賞受賞紫珠褒賞受賞文化功労者の受賞歴もあり俳優としてだけでなく慈善活動をしている人としても有名な素晴らしい方です。彼は15歳の頃慈善活動に目覚めたそうですが。 この若さで目覚めるなんてなかなかないことだと思います。実際の活動はというと、刑務所に行き受刑者に対して慰問をしたり、ベトナムの100人の子どもたちの里親になったり、日本で震災が起こるたびに救護や救援活動をしたりと、本当に積極的に取り組んでいることがわかりますね。もともと親孝行をしたいという気持ちから、慈善活動をすることにつながったという杉さん。 彼に救われた人は日本だけでなく世界中にたくさんいることでしょう。そんな杉さんと五代さん二人の出会いは、五代さんが踊りの師匠から杉さんの公演を見に行くことを勧められたことがきっかけ。彼女は杉さんの楽屋へと差し入れを持って行きました。その時に彼は五代さんに次の公演があることを伝えるのですが、五代さんは、わかりました。 必ず見に伺います。勉強をさせていただきます。と返答してしまいます。こうして次の公演にも行くことになってしまった五代さん。そしてさらに次の公演にも行くことになり、結局、年3回開かれる講演をすべて見に行ったのです。こうして3回目に会ったときに2人は電話番号を交換。それからの1ヶ月間、毎日電話をするようになり、 なんと結婚をすることも決まったのだとか一回もデートをすることなく電話だけで結婚を決めるなんてよほど二人の気があったのでしょうねそして結婚するにあたって五代さんは自身の病気のことを杉さんに告白彼女の告白に対して杉さんは人生を一緒に歩いていくパートナーだから二人で病気と戦おうと言ってくれたそうで 五代さんはこの言葉を聞いて、この人と一緒ならどんなことでも乗り越えていけると思ったそうです。辛い闘病生活でも杉さんの存在は五代さんにとって非常に大きな支えになったことだろうと思います。素敵な人と出会えて良かったですね。そんなお二人の間にお子さんはいませんが、杉さんには前妻との間に男の子が一人、女の子が二人います。 ちなみに息子さんは俳優として活動している山田純大さん実は大人気ドラマの半沢直樹にも出演されていたそうです役柄は東京中央銀行の融資部企画グループで働く次長の福山慶次郎役なかなか重要な役どころでした山田さんは大学を卒業したあに1997年 NHK ドラマ アグリで俳優としてデビュー。現在はノンフィクション作家としても活躍しているみたいです。五代さんは山田さんのママ母にあたるということですね。二人は実の親子ではありませんが、五代さんは山田さんが結婚を発表された時、祝福のコメントをしており、良い関係なのではないでしょうか。そんな五代さんの現在はというと、最近ホームページで 痙攣性の発生障害である喉のジストニアを患っていることを発表2年前から喉に違和感を覚えたという五代さん歌う時だけでなく日常の会話をするのにも困難な状況が続いていたのだとかいろいろな検査や治療をしたもののなかなか改善しない状況だと言います現在も治療に取り組んでいるようで できる仕事は続けていくことを希望しているようです。この病気にも、杉さんは彼女と一緒に克服していく覚悟だといい、夫婦二人三脚で再び立ち向かっていくようですね。無事に完治して、また元気な姿を見せてほしいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。